はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、ちょっと便利なアプリの方を紹介したいと思います。自分がですね、ちょっと最近忘れ物がひどくなってきまして、買い物行ったらこれを忘れてたとか、今日何かしようと思ってたのに、次の日になって思い出すとか、そんなことがね、結構増えてきたので、今まではやってなかったんですけど、トゥードゥーリストっていうんですかね、はい、そのアプリを探しておりまして、このアプリが見つかりました。トゥードゥーリスト0って書いてある、トゥードゥーリスト、シャープのところにね、トゥードゥーリスト0って書いてあるけど、トゥードゥーリストっていうアプリでございます。トゥードゥーリストのアプリは結構いろいろあると思うんですけども、これを選んだ理由というのがですね、PC とも共有できる、結構 PC 自分使うので共有できるやつを探しておりましたら、これに行き着きました。はい、そして実際使い方ですけども、右下にあるプラス、こちらを押して、まあ例えば今日25だから買い給料下ろすとか、まあ、こういうのをつけといて、実際下ろしたらここをクリックして左下の帳簿を押すと消えるみたいな、こうやって何かして、何か予定立てて何か消すみたいな感じで、忘れないようにするアプリでございます。あと自分が使ってるのはですね、このプロジェクトというところからに、買うものリストっていうのを作りまして、こういうふうに実際買い物行って買うものを忘れないようにリスト化しております。で、買ったら消していくっていう、思い出した時にこうやってつけておけばね、忘れないので、はい、そういう使い方をしております。自分もまだ使い始めてそんな経ってないんで、まだまだ機能はあると思いますけども、まあ、あとプレミアムっていう、まあ、有料の分もあるんですけどもね、そちらはリマインダー、まあ、要するに通知してくれる時間とかを設定して、これも一応期限切れということで次の日に教えてくれるんです。メールアドレス登録しておけば、はい、そこは有料と無料の違いかな。あとまあ動画とか画像でもできるようになるのかな、有料プレミアムだと。その辺はちょっと自分は無料で使ってるんで、またここから見れると思うので、設定からかな。はい、興味のある方は、月340円って書いてあったかな。自分はとりあえず無料で十分なので、無料でやっておきます。あとは、カルマっていうのがあって、まあ、その、なんか達成したらポイントみたいなのが増えていって、ランクみたいなのもあるみたいです。そういうのが好きな人には、どんどん達成していって貯めるっていう楽しみもあるかもしれません。まあ、実際このアプリを使ってみて、まだまだ機能はありそうなので、まあ、こんな機能もあるよっていう教えてもらえるんでしたら、コメントの方よろしくお願いします。はい、それではこんなとこかな。はい、ご視聴ありがとうございました。次回も何かあればまた紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。ではさようなら。